前回好評だった同期の亀さんに来ていただいてます。 BL の寮生活についてこういう状態で寝てるスケルトンにしといていつでも家に帰ればありえんほどの愛を確認空の声が聞きたくて風の声に耳すませ。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。後輩がよく見てくれてて、今井さんちょっとカッコつけてないですかって言われたんやけど、っていうことはもうカッコついてるってことや。いや、カッコはついてると思いますよ。はい、どうも。はい、どうも。前回好評だった同期の亀さんに来ていただいてます。亀です、お願いします。お願いします。すみません、休みの日に。すみません、はい、大丈夫です。しっかり感染対策もして大丈夫、大丈夫。ちょっと歯ないね。ちょっとマスクはちょっと取れないですけど、普通僕がするんですけど。そうですね、ちょっとしてもらっていいですか、はい、いや、もう一応外やし、あ、はいはい、これも用意した。ちょっとこれで今回対策バッチリで、はい、すみません。お願いします。はい、お願いします。はい、どうも。ということで今日は、前回いろいろ聞けなかったことを神さんに聞いていきたいと思うんですけど、ね、BL の寮生活について。寮生活噂ではちょっと地獄っていうのがよく、そうそう、地獄っていうのワードで出てくるやん。出てきますね。寮生活どうですか。寮生活3年間やね。3年間あの3年間で、ね、夏最後だけ夏の大会終わったらもう家から通わせていただいてたけど、会話していただいたけど、1年生の時僕らからはその同級生だけの部屋でやらせてもらってて、あ、1年で1年だけ。あ、そう。だから同期野球部 1,2,3,4 人とバスケ部とか剣道部とかの部屋、14人か4ぐらい。あ、んじゃ部屋では寮ではあんま上下関係なかったけど、俺の時代はなかったの。あ、ほんじゃちょっと地獄まで行かへんね。上の人に比べたら全然マシな方やとは思うけど、そう、ただ夏その合宿がたまに先輩と一緒になるとかは、はい、起きなあかんやん朝。そうですね。その時に目覚まし、まあ、みんな多分知ってる人はもう多いと思うけど、そうですね、目覚ましの秒針でカチってなったら、うん、ジリジリジリってなるやん。カチってなったらそのカチで止める。カチでボディストップする。カチでボディストップするから、もう鳴らしたらあかん。鳴らしたらあかん。だから体で止めて、もうこういうこういう状態で寝てる胎児みたいな。そうそう、なる前に止めなあかん。なる前に止めなあかん。起こしてしまうから。それをなんて言うんでしょう。PL 用語でなんて言うんでしょう。鳴らしてしまうこと。はい、このカチョン。カチョン。カチョン。カチン。カチンやな。あ、カチン。カチン。カチン。カチンとか。カチン。PL 用語や。カチンであれ本当わかるんですか。あ、秒針カチンって言うやん。はい。カチンジリジリジリやん。そこで起きれるのがすごいですよね。なんやろな。寝てないよ。それ。多分起きてるよ。多分。多分意識はあるってことですね。そうそうそう。もうカチン。もうカチン。でも2回ぐらいしかやったことないから、俺の時代は、はい、上の人はもう毎日カチンちゃう。毎日こうちゃう。って考えたら本当に地獄ですよね。いや、昔もう先輩たちはやばいな。地獄やったと思う。なんか門限とかあるの。門限外出れない。寮ない。あ、そっか、外出れ。お前刑務所言うてたよ。あ、そこ。そうや、そうや。刑務所は言うてない。刑務所言うてない、言うてないか、言うてないか。刑務所言いかけてました。言いかけたいなって、刑って言いかけたら、刑務所あかんねん。あかんねん、そうや。言うたから。まあ、結構広いから、門限とかはないかな。学校行って、練習行って、帰ってきて、終わりみたいな。もう寝る時間とかも1年生の時になったら、洗濯とかあるじゃないですか。うん、やっぱすごい遅いですよね。洗濯取り合いやな。だから着いたら、帽子で取ってたりとか。はい、洗濯機を。数が少ないから。おうおう、 3台ぐらいだったかな。3台しかないですか。3、4台だもん。洗う方と脱水機、移送式のやつ。あ、はい、なんかバトルスタディーズで洗濯で一番時間かかってなかったの。あ、かかってましたね。なんかね、夜中まで。内野手の人だったら飛び込むから汚れるじゃないですか。そう、それの取る時間がかかるんですよね。洗濯させていただいていただいてた。いただいてたけど、泥落とす、これ落とさなかったやん。はい、泥落とすことを何て言うの。例えばユニオン汚れるやん。例えば洗わすとするよ。なんて言うの、これ綺麗にしといていいとか。そうやな、ね、泥白くしといて。白くしといてやろ。スケルトンにしといて。スケルトン、スケルトン言うたらお前透明、透明やん。そんな感じで。そう、よう言われるけど。今やったらさ、ポールとかさ、あ、ありますね、漂白剤。そうやな、ないやん、ない時代やん。石鹸とたわし。でもゴシゴシずっとやってて、
石鹸の変な粉、なんか変な白い粉、変な粉白い洗剤の変な粉、銘柄、銘柄は書いてないけど、あ、まあ、ポールみたいな、いや、もう匂いはないよ、あのホテルとかで洗ってもらったのに、あれか、ゴシゴシして、ゴシゴシして、その手なんですか、こう、これが一番力ある、俺は。そう、洗濯板あるよ、こうやったら落ちひんのよ。やはり神戸さんが洗濯させていただいてた先輩って内野手ばっかりですか。ピッチャーやね、ラッキー、めちゃくちゃラッキー、こことここしか汚れへんの、ラッキー、ラッキー、もう靴下だけこうやってスケルトンしてる、靴下スケルトン、スケルトン、あとユニフォームそのまま入れてこうやって、こうやって、今こんなん入れて怒られるな、これ終わり。じゃあ割かし洗濯はあの楽、俺はラッキーやったから、ピッチャーやったから、ピッチャーだったら本当汚れないですもんね、ピッチャーはラッキーやな、内野手キャッチャーとか、あー、キャッチャーはここ防具汚れるから、そうですね、大変や。寮生活一番きつかったのはやっぱカッチですか。一番きつかった、はい、全部やねん、全部やっぱ、やっぱ全部になります、ねんけど、やっぱだからなんか一番の時に、はい、食べたいものをその時に食べれない、おう、水飲めないとか、はい、お菓子食べれないとか、テレビなんかないし、あるけど見れないし、見れへん、あ、はいはい、そういうしんどさ、あとは洗濯とか、呼ばれた時とか、呼ばれた時はもう一回ちょっと腹くぐっていく、おーいって言われたら、はいって言うから腹くくらん、何かわからん、何かわからん、何もやらかしない、センスかもしれんし、センスかもしれん。でも寮でセンス言われたら、でも外出れんやろ、で出れるから、でも寮長にバレたら怒られる、で、ほふく前進した時にバレたんですよね、そうそうほふく前進戻ってそこ戻ったけど、うん、あれは個人的なあの、ね、ジュース飲みたいとか、ああそうですね、言ってましたね、眠そうじゃん、ちょっと 寝てます、寝 て, 寝てない、寝てない、もっとちょうだい、いつもよりなんか目開いてないですけど、眩しいリアルに眩しい、リアルに、逆に先輩の部屋とか行くことあります、自分からはな、自分からは行ってもいいの、それは行ってもいい、いや、神様の部屋、え、呼ばれたらそれは行く、あ、呼ばれたら行く、呼ばれたら行って、身のお世話、なんか名前言って失礼しますみたいな、なんかあるんですよね、いや、何やったっけな、1年目、神戸、1年目、何々入ります、失礼します、こんばんは、あ、なんか言ってました、1年目、神戸入ります、失礼します、こんばんは、なんかノックの、ノックの回数決まってた、ノックの回数、大体だから、そんな多いのよ、いや、カメさん、こっちじゃないです、こっちじゃない、こっちっす、はい、ノックトントンです、こっちじゃない、はい、こっちじゃない、腕上げたわ、職業病出てます、出てますね、ノックよ、こっちかな、本数かな、こっちこっちの、はい、こっちの22ノック 22難しいな、はい、どうも、2回かな、じゃあなんか決まってたんだよ、バトスタで、確かに何か言ってましたね、じゃあ略すやん、バトスタ略したがりなんだよ、今井さんが、え、2年生がさ、うん、1年生を呼ぶことある、あるある、おーい、何々いいとか、今井とか、おーい、部屋にやで、うわー、あ、あるんちゃう、俺は呼ばれたことないで、呼んだことは、呼んだこと、俺は2年の時にないな、3年の時は、3年の時にマイケン投手を呼んだことは、前田健太投手を読んだことはない、え、一緒の部屋って言ってませんでしょ、最後の夏ね、最後の夏、ああ、はい、一緒の部屋やったから、だからもう上、こっち、ここ見たら、うん、前田健太を、もう多分あの前健投手もまあ見てくれてると思う、ゴメス言われてませんでしょ、ちょっとあの多分ゴメス、カメゴメスやったわって言われてた、ちょっとコラボ多分来ると思う、で、カメさんの元に連絡が入るかもしれないです、すいません、そうなったらありがたいな、だいぶありがたい、ありがたい、そうですね、なあ、亀さんの力で、明るいしね、そうですね、じゃあ、 あのバトスターで書かれてたような寮生活っていうのは亀さんよりももうちょっと上の、うん、もうちょっと上の方たちの寮生活っていうの、まあ、前の世代の時よりはそこまで地獄ではなかったっていう、うん、まあ、ちょっとあれが残ってるやつも、まあ、ね、あるけど、はいはい、やっぱ違う、なるほど、レベルが、なるほど、ありがとうございました、ありがとうございました